覧のように1964年といいますから東京オリンピックの年に南海ホークスからサンフランシスコジャイアンツに行かれました。そして9月にメジャーに昇格してご覧の成績を収めていますが、当時のユニフォームそのままで今日はマッシーさん、村上さんが始球式です。そしてキャッチャーはサンディ・アロマーさん、あのアロマー兄弟のお父さんです。ストライクです。そしてサミー・ソーサがライトを守ります。コルドニエス。そしてラストバッターがピッチャーのディープです。低め伸びて伸びて、おっといった、いやホームランです。見事やりました。ハワイの怪童ベニー・アグバヤーに見事なホームラン。